ございます。三害という言葉があります。広辞苑で三害を調べてみると、仏教語として一切衆生が輪廻している三種の世界、すなわち欲界、色界、無色界、衆生が活動する全世界を指すと解説されていて、あの男は三害を家として、いや子は三害の首かせという要領がございます。他にも三害を用いた言葉として、三害家宅、三害書店、三害母、三害唯心、三害露天、三害に家なしなどがございます。三害は欲界、色界、無色界からなります。欲界は欲望の世界と書いて、淫欲と食欲がある衆生が住む世界で、地獄ガキ畜生修羅人間界と、それに天上界の下の方の六種の世界を言います。色界は淫欲と食欲の二つの欲を離れた衆生が住む世界です。色界は物質的な世界という意味であって、清らかで純粋な物質だけがあるとされます。欲や煩悩はありませんが、物質や肉体の束縛からは脱却していない世界です。無色界は物質的なものから完全に離れた世界です。物質が全く存在せず、心の働きである精神がある世界です。仏教ではこの三害は皆苦しみの世界と説くのであります。三害家宅は苦悩の絶えない凡夫の世界を、火炎の燃える居宅に例えて言う語。法華経比丘本に、三害無安有女家宅、三害は安きことなし、なお家宅のごとしとあるのによると解説されています。三害書店は三害にある書種の店、欲界に六欲店、色界には十七点、無色界には四点があるとする28点とこう言います。三害に家なしは、どこにも安住すべき家がないです。三害坊とは、方々をさまよい歩く者、骨敷坊主、流浪人を言います。三害唯心は、三害の一切存在は自分の心が生み出した現象で、自分の心の外に三害はないということ、華厳経に基づく三害唯一心、三害一心ということです。三害露天は文字通り、三世にわたって因果が連続して迷い続けることを言います。臨済録にも、生きた祖師の心を明らかにせず迷ったならば、三害に輪廻してロバや牛の腹に宿るだろうと警鐘を鳴らしています。また想念が起こると知恵が遠ざかり、思念が変異すれば本体は様変わりするとして、三害に、この三害に輪廻して主樹の苦しみを受けると説かれています。三害家宅というこの言葉はよく知られており、臨済録にも、大徳三害は安きことなし、なお家宅のごとし、これはこれ何時が久しく長住するところにあらず、無常の石器一刹那の間に貴賤老少を選ばずと説かれています。岩波文庫の臨済録にある入谷義隆先生の現代語訳を参照すると、諸君三害凡夫の迷いの世界は、安きことなく火事になった家のようなところだ。ここは君たちが久しくとどまるところではない。死という殺人鬼は一刻の絶え間もなく貴賤老少を選ばず、その生命を奪いつつあるのだというのであります。三害無安有女家宅、三害は安きことなし、なお家宅のごとしは法華経にある言葉であり、そこには、如来はすでに三害の家宅を離れて若年として完居し、林野に安所せりとあって、仏様はこの燃え盛る家を離れて静かな林に安らかに住んでいるのです。そしてその仏様の目からご覧になれば、今この三害はこれ我が右なりというのであります。
この迷える世界は私の家のようなものだというのです。さらにその中の衆生はことごとくこれ我が子なり、この世界で苦しんでいる人は仏様からご覧になれば我が子なのです。しかも今このところはもろもろの厳難多し、ただ我一人のみよく救護をなすと言って、この世界は災いが多いので私一人がそこから救ってあげることができると説かれています。ではその仏様はどこにいらっしゃるのかというと、臨済前には常にただ何時面前眺望亭これなりと言って、今わしの面前でこの説法を聞いている君たちこそがそれだと示されたのでありました。臨済前時は三害やすきことなくなお固くのごとしと示された後にも、君たちが祖仏祖師や仏と同じでありたいならば決して外に向けて求めてはならぬ、君たちの本来の心に備わった清浄の光が君たち自身の発心物なのだ、君たちの本来の心に備わった思慮分別を超えた光が君たち自身の法人物なのだ、君たちの本来の心に備わった差別の世界を超えた光が君たち自身の化身物なのだ、この三種の仏心とは今わしの面前で説法を聞いている君たちそのものなのだと示されています。臨済前時は常に仏様がどこかにいらっしゃるかなどと外に求めてはならないと仰せになりました。あなたの心に備わっている清らかな知恵、無分別の知恵、無差別の知恵こそが仏に他ならないと示されたのです。三害有心についても臨済録では、何時が一年心三害を生じて縁に従い教を被って別れて六人となると説かれていて、私たちの心が三害を生じていると説いています。三害というのがどこか外にあるのではなく、お互いの心が作り出しているというのです。もっとも今日のように科学の知識が発達していますと、地面の底に地獄があるとか、空のずっと上に天上界があって天の神々があるとは受け入れがたいのですが、心が作り出すものと見るならば受け入れやすいかと思います。三害は苦しみの世界なのですが、その苦しみはお互いの心が作り出すというのが仏教の大事なところであります。火の車作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗りゆくと昔の人が歌った通りであります。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をギューッと持ち上げ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 ていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながらギューッと肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、で吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな嬉しいなとこの思わず微笑みがこぼれてまいります。
そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。